はい、というわけでですね、アイブちゃんの2日間のイベントが終わりました。もう衣装に決めてめっちゃ幸せでした。で、9月に参加した方はちょっと時間が経っちゃったんですけど、こちらスタンプ押し会がなんとなんとレイちゃんとオニオンちゃんのお二人にお会いできました。で、9月のスタンプ押し会の台座はこちらになってて、このひらがなの名前のところをスタンプでその場で押してくれました。これさ、めっちゃ乾きにくくて、めっちゃね、ちょっとやばかった。ちょっとレイちゃんの E とかがちょっとだけスタンプずれちゃった。ね、乾きにくくて大変だった。で、これは渋谷でライブ発売した時になんていうのか持って行っていいトレカじゃないけどなんかあったと思うんですけど、イベントがその時と同じですね、デザインが。で、この名前のとこだけスタンプになってました。で、スタンプ押し替えマジどんな感じか全然わかんなくて、今回初めてだったから、でも一瞬かなって思ってたんですけど、意外と15秒ぐらい喋れて、最初レイちゃんだったん、レイちゃんから言ったんですけど、めちゃめちゃ喋れて、まあ、それレイちゃんだったから日本語を通じるしと思ってなんか普通に話してたら結構会話できて、でもレイちゃんめっちゃ可愛かったのが、このなんかスタンプ押すところのなんか下に引いてある汚れないようにしてある紙のところにめっちゃレイ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 っていっぱいスタンプ押してて、なんか可愛いってなっちゃった。レイちゃんにもライブ行ったよっていう話と、めっちゃかっこよかったよって話と、これからもね大好きだからね、レイちゃんらしくアイドルでいてねって言って、めっちゃ嬉しい、ありがとうって、もうレイちゃんの満点の目がない感じの線になってる感じの笑顔でお話ししてくれて、めちゃめちゃ幸せでした。可愛かったです。で、その後オニョンちゃんのところ行ったんですよ。で、オニョンちゃんはそのレイちゃんの時に15秒喋れるぐらいっていうのが分かったから、とりあえず何喋ろうか考えてたんだけど、まあでもライブ行ったしライブ良かったよって話しようって思って行って、で、トレカをピアノちゃんのケースにオニョンちゃんのトレカを入れてたんですよ。で、ライブの2日目にピアノちゃんアンコールで持って出てきてたから、あ、ちょうどいいと思ってピアノちゃんにオニョンちゃんを入れていったんですね。で、それをつけてたんですけど、そしたら入って、ライブ行ったよって言ったら、そう、まずそのトレカケース指さして、ピアノちゃんだって言ってくれて、ライブのアンコール可愛かったから、これに入れてきたって言ったらめっちゃ喜んでくれて、で、あとトレカ入れてたのが、前髪があるオニョンちゃんのトレカを入れてたんですけど、その日オニョンちゃん、前髪なかったんですよ。分けてて。で、そしたら、前髪ありとなしの私どっち好きですかって聞いてくれて、もうその日本語も可愛いし、もうね、可愛いってなって、どっちも好きだけど、前髪ありが好きだよって言ったら、私もでーすって言ってました。めっちゃ可愛い。可愛すぎる。で、最後これを、なんか、渡してくれて、めっちゃオニョンちゃん可愛かったです。天使だった、本当に、という幸せのお手紙でした。キャーっていうのが9月のイベントでした。この日はね、残念ながらガールさんのお誕生日近かったから、ガールちゃんの旋回も当てたかったんですけど、結局当てられなくて、はい。でね、念願のこちらは何ツイートなのかな、あれでお知らせしてたんですけど、ガールちゃんには10月のサイン会で無事に会えました。はい、ひらがなでね、お名前も書いてくれたんですよ。可愛い、入れてたら、たまたまこれガウルちゃんが当たってくれてランダムだったんですけど、なんということで、なんとガウルさんに10月は2回もお会いできて、もう本当に幸せです。ということでガウル祭りしてます。本当に、で、ガウルさんに先がスタンプ会で、この日はスタンプ会で会った時に名札もつけていって、後でサイン会も来るからねみたいな話をして行ったんですよ。ガウルちゃんが一番好きなの、次サイン会も来るからねってスタンプを使いに行きました。この日のスタンプはね、なんか乾きやすかった、ちょっと改善されてました。で、台紙がまさかのこのお写真になってて、な感じで日付が入ってる大きい台紙に変わってました。で、ちょっと確か次の日の大阪はここのスタンプがカタカナじゃなくてサイン、このガウルっていうサインがスタンプになってるやつなんで、スタンプ押し会については3日とも全部違う種類なので、3回とも参加した人は全部違うシリーズを揃えることができるみたいな感じでしたね。はい。で、その後サイン会に参加して、サイン会は行くよって言ったのもあって、さっきまりみたいな感じで行ったら、ガウルちゃんもなんとなく覚えててくれて、おー来ましたねって感じで反応してくれました。めっちゃ嬉しかったです。で、それでサインの時は、まあ、ライブの話をしました。ガウルちゃんが一番好きでライブ最高だったよって言ったら、どこが良かったですかって言われたから、可愛いし、かっこいいし、セクシーだし、もう全部良かったよって言ったら、もうとってもニコニコでお話聞いてくれて、めっちゃ可愛かったです。もうね、とりあえず愛を伝えられて、私は幸せだ、推しは幸せです。で、また会えるかなって言ったら、はい、絶対会いましょうねって言ってくれて、もうめっちゃ可愛かった。もうガウルさん天使すぎる、最高。はい、ということで、アイブのアライブちゃんのイベントはこれにて終了してしまいましたけれども、またね、アイブの次のカムバいつになるんだろうね。次は韓国の活動だと思うんで、またそっち頑張っていきたいのと、あとまだスイッチのトレカとかが全然集まってないから、この間の期間中にトレカをもう少しコレクションしていきたいなって思ってますので、トレカ整理もね、ちょっとどっかのタイミングでやらなきゃですね。はい、ということで、本日も動画ご視聴いただきありがとうございました。もうめちゃめちゃ可愛いアイブちゃんなんでね、気になった方、ぜひ次のイベントは参加してみてほしいです。あ、初めて来たよっていう方はね、ぜひチャンネル登録の方お願いします。